ハーバート・レイモンド・マクマスターは、アメリカ合衆国陸軍中将で、陸軍能力統合センター長で陸軍訓練協議、コマンド・フューチャーズ・センターの副司令官である、ドナルド・トランプ政権の国家、安全保障問題担当大統領補佐官を務めていた。H.R. マクマスターと表記されることもある。1962年7月24日、ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれる。 バレーフォージ・メリタリーアカデミーの高校に通学し、1980年に卒業する。ウェストポイントの陸軍士官学校を1984年に卒業し、将位の階級を得る。その後、ノースカロライナ大学チャペルヒル校で文学修士号と軍事士の博士号を得る。1991年、湾岸戦争では73イースティングの戦いで、機兵中隊を指揮し、 金星賞を受賞した。イラク中流軍司令官の特別補佐官、アフガニスタン中流軍の合同調整機動部隊司令官などを経て、2012年6月、米軍高等機動作戦センター司令長官。2014年7月から陸軍能力統合センター長。タイム誌で2014年の最も影響力のある人物に挙げられた。 マクマスターは2018年5月18日に退役した。ドナルド・トランプ大統領によって2017年2月20日国家安全保障問題担当大統領補佐官に指名された。大統領補佐官の就任には議会の承認は不要だが、米軍の星3つの召喚の指名であるため、星3つを保持したままでの就任には上院の承認が必要となる。 2017年2月22日、日本の谷内翔太郎国家安全保障局長と電話で協議した際、各国のカウンターパートの中で最初に連絡した日本は重要な同盟国であり、谷内氏と今後も緊密に意見交換や連携をしていきたいと述べたと報道された。2017年2月、NSC スタッフ全員参加の会議でマクマスターはテロリストは イスラム的ではないから、イスラム過激派テロというラベルバリは役に立たない、と述べたと報道された。これは反イスラム的な態度で知られた前任者の不倫の影響を排除しようとする発言と受け止められている。2017年4月5日、トランプ大統領が新たな大統領令によって、スティーブン・バノン主席戦略官、上級顧問を NSC から外す決定をした。 その背景には安全保障分野でマクマスター補佐官の影響力が強まりつつあり、アメリカ国家安全保障会議についてもマクマスター補佐官がコントロール下に置き、スティーブン・バノンは今後マクマスターと同席することはないだろうと報道されている。マクマスターはバノンら一部のホワイトハウス交換と決死の戦いを繰り広げていると報道されている。マクマスターの匿名の協力者は これは大したことだ、と述べたという。2017年5月15日、マクマスター補佐官は c n v n に集中できる間隔が短く、注意力が散漫になりやすいので、大統領を説得することは非常に難しいことだと述べた。また大統領が機密情報の取り扱いに無頓着なことから、国家安全保障の懸念からさらに複雑になっていると付け加えた。 しかし、マクマスター補佐官は、私は大統領にアドバイスするために、ここにいる、バノン補佐官に打ち勝つためではないと述べている。2018年3月22日、トランプ大統領は、ツイッターで、マクマスターが辞任に同意したこと、後任は2018年4月9日付で、ジョン・ボルトン元国連大使を当てることと発表した。2019年4月9日、マクマスターは、 ワシントン DC のハドソン研究所のジャパンチェアに就任した。そして、ラムズフェルド公鉄後にイラク中流米軍司令官に任命されたデビット・ペトレイアス大将が新しい戦い方と組織を作り上げました。現場による試行錯誤とボトムアップを中核とした組織です。その偉大な試行錯誤の一つは2005年を春。 人口25万人のタルアファルに部下3500人と共に派遣されたマクマスター大佐によってなされました。そこでマクマスター大佐は市内に29カ所の小さな全焼基地を設けました。FOB と違ってプールもアイスクリームもありません。反乱勢力はこれを嫌い、猛烈な攻撃を繰り返し、マクマスター大佐の部隊は多くの犠牲者を出しました。でも、 FOB に逃げ込むことはせず、小さな前哨基地を守り抜き、日々のパトロールを欠かしませんでした。まるで日本の交番のように、数ヶ月後、事態は劇的に改善します。住民の協力者が増え、恩恵派は武器を置き、過激派は逃げるか住民によって引き渡されました。皆、女性や子供まで使ってテロを繰り返す過激派を、 かいたたわけでではなかったのですアメリカ軍の勝利はテロリストたちの殲滅によってではなく、テロリストによる報復から自分たちを守ってくれると、住民たちが確信した瞬間に訪れました。三谷ニ二二2013年ディスカバー21 経営戦略前紙 ISBN 978から47億9931万 3138P348 から349ありがとうございます。